こんにちは。こんにちは。今日は、お、作業場ですね。そう、自己紹介してないよ。そうか。自然薯農家の新規就農9年目、岩崎です。どうも。はい。よろしくお願いします。はい。で、自然薯とは全く関係ない。関係ない。パセリ。イエーイ。ペットボトルの切ったやつ。ペットボトル？貯金って。あらま。はい。ペットボトル栽培、今日はやります。はい。はい、そんなんあるんだ。はペットボトルとパセリ、うん、パセリ、はい。で、穴は開けなくてもいい。いいの？はい。パセリはちょっと湿ってても平気やから、うん、平気、うん、ということで土は入れます。ホームセンターで買ってきた野菜の培養、相変わらずね。はい。なのでこれは、うん、肥料もいりません。はい。よいしょ。ほ、パセリって今時期植えるんだっけ？パセリはね、本当は春に植えると、うん、とう立ちします。え、はい、とう立ちするので。とう立ちって何？とう立ちってお花がついてくるんですよ、つぼみが。それがとう立ちっていう。とう立ち、うん。でね、これもうちょっと少ない方がいい。とう立ちするんですけど、うん、だから要は寒さに当たって、はい、でこう暖かいところに置くと、うん、春が来たと思って到達してしまうんで。なるほど。もう初めから買ってきたらすぐもうなるべく寒さに当てずに、うん、お部屋の中で、うん、暖かいところで育てれば、うん、なんとかなるんじゃないかな。じゃあキッチンに置いといたらいいね。そうよ、キッチン菜園ガーデン。おおお、そんな感じ。ドリンカーみたいな。キッチンドリンカー。違う、それは酔っ払い。何を言ってるの。どう、いい感じ？ちょっとね。どい？ちょっとペットボトルがちっちゃい？ちっちゃくて土がうまく入らない。なんだ？ちゃんとやちょっとアップしてみます。ちゃんとやってからやれよな。そうだね。テストしてから動画撮りなさいって話で。初の試みだもんね。そう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 。まあいつもぶっつけ本番です。編集もあんまりせず。まあまあでもいい感じ。あ、いいんじゃない？いいんじゃない？うん。はい、こんな感じで。できました。イエーイ。で、これだけじゃあまりにも短すぎるんで。うん、はい。パック。パックに。おう。じゃじゃん。ドン。で、土を入れる。こぼれるな。しかも手足で。手足で。土をこうやって入れて。結構入れるんじゃない？入れなきゃいけないんじゃない？うん、まあまあパックに入る分ぐらいね。これも変わらず、あったかいところの方がいいの？そりゃそうね。一緒だね。うん、一緒一緒。でもちょっと欲しい時にいいよね、パセリって。そう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 。うちで育てると完全無農薬ですね。うん。アゲハチョウの幼虫もつかないし。そうだね。あれ嫌なのよ。ね、外に作るといっぱいね。ねえ、つくのよ。ちょっとまあ盛り上がってしまうけど、あんまりね、土がね、なんていうかな、この、お水をあげた時のためにね、うん、ちょっとこう囲いを作っとかな、はい、でこれだけじゃ、これだけじゃ寂しいので、はい、お、いつの中に余ってる。何の種だ？これはね、京しぐれ、水菜です。お、水菜ね。バラ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 。あららら、一緒に。あらららら、周りに。で、これ、え、レタスも？レタス。いや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 、適当に何個か。いい、これで、はい、なんかいろいろ生えてきて、生えてきて、どれがどれだか分かんない。 ベビーリーフ的に食べれて楽しいの。なるほど。よし、いい感じ。うんうん。で、じゃじゃん、今日は水ちゃんと。水ちゃんと。あんま水あげすぎるとね、うん、穴開いてないからね。ああ、そうかそうかそうか、うん。まあこんなもんでいいかもしれない ね。どう？以上です。以上です。なんかほら、この俺は男の子やから、うん、これなんていうかな、こういうのを見るとここにお城とかのプラモデルがあったりして、あー、なるほど、うん、なんかジオラマ的な感じで、うん、ワクワクするね。そう、野菜盆栽だね。ほんまはね、オアシスとかでね、あー、そうだね、突き刺してやってもいいんだけど、うん、まあまあでもこの土の方がいいでしょう。
でもなんかいろんなものに使え転用できそうだね。そうそう、なんかほんまキッチン再現ができるから ねパックとかこんなのほら果物買ったらついてくる。そうだね。ね、楽しいでしょ。いいね。いや、お腹すいたね。ご飯食べよっか。はい、そうしましょう。何かご質問ございますか、ママ。そうだね、うん、いつでも取れる。これパセリいつ取れるんだろう。大きくなるかな。パセリでも結構ねでかくなるの時間かかるけど、うん、暖かいとこ置いとけばもうちょっとずつ使ってっていいかな、うん、でもう、ね、家で使うとこんなサイズでいいやん、うん、でいいよね、うん、お刺身買った時に、ね、そうそうそう、刺身だから刺身じゃないね。まあ、 そのままバリバリ食っても好きな人はうまいしね、うん、天ぷら食べたいね。うまいね天ぷらね、うん、天ぷらしたら一撃でなくなるけど、ね、そうだね、はい、じゃあそんな感じで、はい、ということでさようなら。ありがとうございました。